フレアを放出しながら飛行する AC-130 ガンシップフレアは目標または飛行場の照明などを行うために使用する加工品。本校では赤外線センサを疑問するデコイとしての用法について述べる。フレアの使用は赤外線ホーミング誘導ミサイルから航空機を防護する重要な手段となる。デコイとしてのフレアは下記の3つの役割で機能する。 セダクション古典的な赤外線ホーミング誘導装置は視野内の全赤外線エネルギーの重心を追尾する。このため、航空機の近くに高温のフレアが出現すると、フレアが高温であればあるほど、エネルギー重心は航空機から離れてフレアの方にずれることになる。そしてフレアが航空機から離れて落下するに従って、その重心も航空機から引き離されていき、 航空機が視野から外れた時点でミサイルはフレアだけにホーミングする。ディストラクションディストラクション戦術では赤外線センサが目標の追尾を開始する前にフレアを展開し目標ではなくフレアを追尾するように配置される。セダクション戦術の場合と異なりフレアの赤外線エネルギーは目標より大きい必要はないが赤外線センサから 有効な目標として認識される程度ではなければならない。これが成功すれば赤外線センサは最初からフレアを追尾し目標を実際に見ることはない。ただしこのためには多数のフレアを展開する必要がある。ダイリューションダイリューション戦術は同時多目標処理能力がある赤外線センサに対して用いられる。これは目標の周囲にこれと似たような IR。 シグネチュアを持つフレアを多数展開することで、赤外線センサに対し、多数の偽目標を処理することを強要するものである。セダクションやディストラクションと違い、本物の目標も赤外線センサの視野に入るため、こちらが追尾されてしまう可能性が残る。フレアの形式や、投射母器の速度にもよるが、航空機がフレアを投射するときのフレアの空気、力学的減速度は、 300メートル毎秒を毎秒にも達することがある。一方、特に、セダクション戦術を想定すると、フレアは攻撃側の赤外線センサの視野内にあるうちに、十分な赤外線エネルギーを放射しなければ、これらから計算すると、フレアの放射エネルギーは、目標の放射エネルギーを0.5秒ちょっとで上回る、必要がある赤外線センサの発達に対応して、 下記のように様々なフレアが開発されている。ミサイル攻撃に効率よく対抗するため、投射の際には通常2から3種類を組み合わせて用いられる。フレア展開の混合と順序は予想される脅威に応じて選定される。古典的なフレアはマグネシウムにテトラフルオロエチレンを混ぜたペレットを1個またはそれ以上収容した加工品である。これは 2200K の温度で、 約3秒間燃焼する。このペレットは、フレア発射用と同じ創薬か、あるいはフレア発射創薬で添加される、補助創薬によって添加される必要がある。このようなマグネシウムテフロンフレアは現在でも使用されているが、航空機よりも高温であるため、セダクション戦術には有利である一方、温度の測定が可能な新しい赤外線センサには通用しない場合がある。 このような二波長センサに対応するため、低、中波長赤外線において適切なエネルギー比率を生み出す。加工品物質を採用したスペクトル整合型フレアも開発されている。加工品ではなく自然発火性物質を使用した赤外線で鯉も登場している。低温フレアとも称されるが燃焼を起こすわけではないので正確にはフレアではない。ペイロードとしては 当初は液体を使用していたが、安全管理面の理由から、自然発火性の金属白片が主流となった。基本的には、光沢黄質表面を持つ薄い金属白ホイールが用いられており、空気に触れると急速に酸化反応を生じる。厚さ1から2ミリインチのホイールの小片が発射されて、拡散し、大きな断面積を形成することで、点目標ではなく、 面目標として認識されるようになっている。燃焼はせず、鈍い赤色の輝きを放つだけなので、実用距離内では、肉眼では見えないが、赤外線センサーからは、目標のように見える、赤外線放射を生成する。で、恋が正確な温度であれば、国体放射特性と一致する、エネルギー対波長特性を呈することから、国体フレアと称されることもあるが、 真の国体の理想的な放射特性を有するわけではないので、より正確には灰色体で濃いと称される。航空機に搭載される場合、チャフなどと共に投射装置に収容されることが多い。作業効率を上げるため、複数個をセットにしたマガジン式が普及している。アメリカ海軍では、すべて統い一寸法の丸型フレアを使用する。一方、陸。 空軍では 25-25mm または 25-51mm 系長さ 20.3cm のフレアを使用しており空軍はさらに 51mm 系の寸法も使用するこれらは北大西洋条約機構の標準型であるアメリカ軍の訓練で使用されたフレアに関し一部報道で地上への危険性が高い印象を与えているが 実際は常実のように空中で即座に燃え尽きるように作られている。ただし、低空飛行時やフレアが予定通りに燃えなかった場合、付近に他の航空機や鳥群がいる場合などは危険が予想されるため、平時の訓練では場所を考えずむやみに使用されるべきではない。軍の極技飛行隊では演出としてフレアを使用することもある。特に、ロシア空軍のルースキエビーチャズイは、 大量のフレアを使用する演目で有名。ありがとうございます。